問題1、問題1では、はじめに、質問を聞いてください。それから、話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、一番いいものを一つ選んでください。 では、練習しましょう。例<ー>。家で女の人が男の人と話しています。女の人は男の人に何を出しますか 今日は寒いですね。温かいものを飲みませんかありがとうございます。コーヒー、紅茶、あとお茶もありますけど。じゃあ、紅茶をお願いします。砂糖やミルクは入れますかあ、はい。女の人は、 男の人に何を出しますか一番いいものは3番です。回答用紙の問題1の例のところを見てください。一番いいものは3番ですから答えは このように書きます。では、始めます。1番 1> 旅行会社の人が、学生に話しています。学生は、はじめに何をしますか 桜日本語学校の皆さん、ここに来てください。今からみんなで写真を撮ります。写真を撮った後はフリータイムです。ご飯を食べたり、お寺を見たり、買い物をしたり、好きなことをしてください。2時にまたここへ来てください。では、 写真を撮りましょう「学生ははじめに何をしますか?」2>, 2番 デパートで男の人と店の人が話しています。男の人は何階に行きますかあの、すみません。メガネ売り場はどこですか ?6 階でございます。6階ですね。あ、ここは何階ですか 2階でございます。あ、どうも。男の人は何階に行きますか 3番。教室で先生が話しています。学生は明日どの本を持ってきますか明日から日本語のクラスが始まります。この日本語1は毎日使いますから忘れないでください。2は今は使いません。 それから、明日は火曜日ですから、漢字の授業もあります。漢字の本も持ってきてください。先生、この本はその本は、練習に使う本です。うちで使ってください。学生は、明日、 どの本を持ってきますか ?4 番。女の人と男の人が話しています。男の人は。 何をしますかこの部屋暑いですね。そうですね。窓を開けましょうか。い,いえ、今日は風が強いですから、窓は開けないでください。エアコンをつけましょう。そうですね。男の人は何をしますか 5番男の学生と女の学生が話しています。女の学生はどのカーテンを買いますか明日は何をしますかカーテンを買います。カーテンを小さいカーテンですかい,いえ、大きいカーテンです。私の部屋に 最初からありましたがあまり好きなデザインではありませんでした。花の絵で,でいいいのそうでしたか。どんなカーテンにしますか白で何も書いていないものにします。女の学生はどのカーテンを買いますか 6番。車の後ろで男の人と女の人が話しています。男の人はどのカバンを取りますか原さんのカバンはどれその白いの。これううん、その横の。ああ、これ。結構大きいね。 男の人はどのカバンを取りますか七番駅で女の人と駅員が話しています。 女の人は何番ホームの電車に乗りますかすみません。一番ホームの電車は京都に行きますか京都ですかいえ、一番ホームと二番ホームは大阪行きです。京都に行くのは三番と四番です。三番と四番ですね。ああ。 でも今日は日曜日ですから4番ホームの電車は京都には止まりませんそうですかわかりました「女の人は何番ホームの電車に乗りますか?」。 問題2問題2では、はじめに質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から一番いいものを一つ選んでください。 では、練習しましょう。れ<い>女の学生と男の学生が話しています。二人はいつプレゼントを買いに行きますか来週、 桜さんの誕生日プレゼントを買いに行きませんかそうですね。5日が誕生日ですから、3日か4日に行きましょう。あ、ちょっと待ってください。私は3日と4日はアルバイトがあります。2日はダメですかいいですよ。じゃあ、授業が終わった後に行きましょう。 二人はいつプレゼントを買いに行きますか一番いいものは一番です。回答用紙の問題2の例のところを見てください。一番いいものは一番ですから答えは このように書きます。では、始めます。1番、1> 郵便局で、女の人と郵便局の人が話しています。女の人はいくら払いますか 八十円の切手を二枚ください。八十円の切手を二枚ですね。百六十円です。あ、それから、はがきもください。何枚ですか五枚お願いします。では、はがきが五枚で250円ですから、全部で410円です。じゃあ、これで、ちょうどです。 女の人はいくら払いますか 2>, 2番図書館で男の学生と図書館の人が 話しています。男の学生は本を何冊借りましたか？えーと借りるのはここでいいですか？はい、お願いします。7冊ですね。あ、すみません。学生の方は5冊までです。え、そうですか？ええー。 先生は十冊までですが。わかりました。じゃあ、この二冊はいいです。男の学生は本を何冊借りましたか 3番女の人と男の人が話しています男の人は大阪まで何で行きましたかお正月はどこかへ行きましたか大阪の家へ帰りました毎年正月は親と一緒に過ごしますそうですか 大阪へは何で行きますか今回はバスを使いました。いつもは車で行きますが、少し疲れていましたから。新幹線や飛行機は新幹線は便利ですが、ちょっと高くて。飛行機は空港がちょっと遠いですね。そうですか。 男の人は、大阪まで何で行きましたか4番女の学生と男の学生が 話しています。女の学生は明日何時ごろ学校へ来ますか明日のテスト早いですね。そうですね。9時はちょっと早いですね。田中さんは何時に来ますかそうですね。テストの10分ぐらい前に来ます。 そうですか。私は30分ぐらい前に来て少し勉強します。そうですか。女の学生は明日何時ごろ学校へ来ますか 5番男の学生と女の学生が話しています。二人はいつ映画を見に行きますか今週一緒に映画を見に行きませんか今週はちょっと忙しくて。そうですか。でも来週は大丈夫ですよ。火曜日か 水曜日はどうですかそうですか。じゃあ、火曜日がいいです。水曜日はバイトがありますから。いいですよ。二人はいつ映画を見に行きますか 6番男の人と女の人が話しています。女の人は明日どこへ行きますか山田さんは休みの日何をしますかそうですね。公園でジョギングしたり、デパートに買い物に行ったりします。そうですか。明日は 何をしますか明日は雨ですから、多分図書館で本を読みます。田中さんは私は友達と映画を見に行きます。そうですか。女の人は明日どこへ行きますか ここで、ちょっと、休みましょう。 では、また続けます。問題3問題3では、絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか1から 三の中から一番いいものを一つ選んでください。では練習しましょう。零、ご飯を食べます。何と言いますか一、1 ごちそうさまでした。2>, 2、いただきます。3、じゃ、また。一番いいものは2番です。回答用紙の問題3の例のところを見てください。 一番いいものは二番ですから答えはこのように書きますでは始めます一番初めて会う人に挨拶をします何と言いますか 一、山田です。よろしくお願いします。二、山田です。どういたしまして。三、山田です。こちらこそ。 2>, 2番、先生の部屋に入ります。何と言いますか ?1、ただいま。2、2> 入りました。3、失礼します。 3番、友達にお土産をあげます。何と言いますか ?1、これ、私の国のお菓子です。一つ、もらいます。2、これ、私の国のお菓子です。一つ、どうぞ。 これ私の国のお菓子です。一つください。4番食堂です。ここに座りたいです。何と言いますか 一、1 1> ここ、いいですか二、<S 2> 2 <S ここ、座りませんか三、<3 S 1> ここ、座りましょうか 5番、食堂で、友達と食べています。塩が欲しいです。何と言いますか1すみません、そこの塩を取ってください。2, 2すみません、そこの塩を使いましょうか。3 すみません。この塩をあげますか問題4問題4では絵などがありません。文を聞いて。 1>, 1から3の中から一番いいものを一つ選んでください。では練習しましょう。0<え>コンビニはどこですか ?1 買い物です。二、あそこです。三、こちらこそ。一番いいものは二番です。解答用紙の問題四の例のところを見てください。一番いいものは 2番ですから答えはこのように書きますでは始めます1番 1> 今何時ですか ?14 月です2 4日です3 4時です 2>, 2番田中さんは大学はどこですか1富士大学です 東京にあります。東京駅から近いです。3番旅行はどうでしたか1

1, 1ええー、いいですね。2, 2ええー、食べません。3いえ食べます。5番。 この薬はご飯の後に飲んでください。1、はい、そうしましょう。2、2> はい、お願いします。3、はい、わかりました。 6番この車、どこのですか ?1、1> 赤いのです。2>, 2、私のです。3、日本のです。